アンホールはアメリカ合衆国の画家、ミニアチュール画家である。19世紀初めのアメリカで最も成功したミニアチュール画家で多くの注文を得て作品は高値で取引された。1833年にアメリカの美術団体ナショナルアカデミー・オブ・デザインの正会員に女性として初めて選ばれた。コネチカット州のウィンダム郡のポンフレットの医者の娘に生まれた。 両親の支援を受けて美術の才能を磨いた。母親の実家のロードアイランド州のニューポートを姉と訪れ有名な肖像画家ギルバート・スチュアートを教えたサミュエル・キングからエア・ミニアチュールを学んだ。1808年にアレクサンダー・ロバートソンの設立した美術学校で学ぶためにニューヨークに移り、ニューヨークでは画家のジョン・トランブルが ヨーロッパで収集した絵画の展覧会を訪れて学んだ。兄のチャールズ・ヘンリー・ホールはビジネスマンになっていて、しばしばヨーロッパを訪れて水彩画やイタリアの巨匠の複製画を購入してきたので、ティントレットやクイドレーニの作品の複製画からも学んだ。1817年までにはアメリカ美術アカデミーの展覧会に家族の肖像を描いたミニアチュールを出展した。 1820年代の半ばは、画家でもあった姉のエリーザ・ホール・ウォードとその夫のヘンリー・ウォードの屋敷で暮らし、エリーザの屋敷は、ニューヨークの著名人で作ったクラブの集会所となっていて、屋敷を訪れた有力者は、アンのモデルになり、支援者となった。1825年に、アメリカ美術アカデミーの保守的な運営に対抗して、 ナショナルアカデミー・オブ・デザインがニューヨークに設立されると1928年にホールは準会員に選ばれ5年後正会員に選ばれた最初の女性の会員であったがアカデミーの運営に加わることは要求されずアカデミーの会議には定速数を満たすために一度出席した以外は参加しなかったアカデミーの展覧会には1852年まで毎年出展した ホールのミニアチュールを元版画も作られた。姉の屋敷にスタジオを作り、主に女性や子供の肖像画を描いた。顧客はニューヨークの富裕な住人で十分な依頼料を支払った。結婚せず、姉の家で71歳で亡くなった。ありがとうございます。